はい、カバーチオグロカンパイン長です。じゃあ今度はね、ガンダムです。ガンダムね、これニュース見た人は結構いると思いますけどもね、まあアニメの劇中のこの実物大となる身長18メーターの巨大なガンダムをね、実際に動かすプロジェクトであるガンダムグローバルチャレンジ、まあこれ全体で24箇所稼働させる計画になっているんですけども、まあ先日ね、要は SNS であるユーザーさんがなんか2歩前に踏み出すとか、しゃがんで立ち上がる、腕を上げる、指を動かすなどの、まあ動きを収めた映像を投稿されて、まあこれ早送りとかで速度加工済みした内容の動画なんですけど、まあこれがね、非常に多くの海外サイトでも取り上げられてね、世界中で大きな反響を呼んでるんですね。まあアメリカ三大ネットワークの ABC とか CNN とかで、なぜかスポーツ専門チャンネルの ESPN もジャパン・イズ・アメージングね、日本がとんでもねえもん建造してるぞっていう見出しで報道したと。で、で実際この投稿には1万件近いコメントも寄せられてたりなんかして、まあ海外のネット上では日本関連の話題としてここ数ヶ月で一番の盛り上がりを見せているそうです、このガンダムがね。ということで、じゃあ順番に見ていきましょう。生きてるうちにこんな光景が見られるとは思わなかった、俺たちはなんていう時代に生きてるんだってギリシャの人がね言ってるんですね。で今度アメリカ、自粛中に日本はこんなもん作ってたのか、アメリカはその間ごたごたばかりだったのに、それにしても嫌になっちゃうぐらいすごいね、もう日本に喧嘩を売る国はなくなるかもしれないな。で、今度インドネシア、数十年後に日本は本当にガンダム現実化させてそう、日本は世界最強の兵器手に入れるんだよ、少なくとも最強のうちの一つを。で次、アメリカの人、日本には高速鉄道、みんな保険制度、簡単な、納税申告システムがある、そして日本人はアメリカ人ほど差別的じゃない、そんな国に巨大ロボットまで出現した、もう今後のバケーション先は日本しかないだろう。で、またギリシャの人が、私が子供の頃大好きだったアニメシリーズだ。で、この国籍不明の人、俺の国なんて未だに科学はリアルかどうかで論争が起きる状態だというのに。で、アメリカの人、1年後の日本はガンダム飛ばしてます。で、カナダの人、少なくとも日本人は優先順位というものを分かっている。で、フィリピンの人、日本と揉め事を起こすなよな。彼らの真の力は誰にも分からないから。で、アメリカの人、こんなにも日本的な何かと出会ったのは初めてだ。で、国籍不明の人、日本、いや、ただの暇つぶしですよ。で、イギリス、の人が、少なくとも日本だけちゃんと21世紀に突入してたようだ。で、ブラジルの人、俺が望んでいるのはガンダム VS ハローキティだ。で、次、ドイツの人、今はまだ人目を引くただのギミックに見えるかもしれない、それでも君は日本人の献身性に対して大きな敬意を、抱かざるを得ないはずだ。で、今度アメリカの人、どこからこんなもん作るためのお金用意してるのかな、誰が一体何のために。で、別なアメリカの人がそれに対して、間違ってるかもしれないけど日本には正式な軍隊がない、だから科学技術にお金を注ぎ込めるんだよ。で、次、マレーシアの人が、世界は我々は強力な軍事技術を有している。で、日本は、ガンダムのコックピットの中で失笑してるね。で、カナダの人が、なるほど、日本は情報をつかんだんだな、ゴジラが目覚めつつあるって情報を。アメリカの人が、私たちと比べて日本がいかに進んでるのかがよくわかるよね、アメリカは創造的であることや世界で戦う人材を育てるためではなく、テストでいい点取るための教育しかしてない。で、イギリスの人が、一般人はこれをエンタメと見るだろうが、軍関係者は兵器の可能性として見てるだろうな。で、国籍不明の人、お金の無駄、パンデミック対策に使えばいいのに、そんな風に考えてる人もいるみたいだね。だけどこの象徴的な巨大ロボットは1970年代から、建設費用を余裕で賄えるだけの利益を生んできてるんだよ。で、それに対してアメリカの人が、しかも日本のパンデミックの状況は他の国と比べたらそんな深刻じゃないよね、犠牲者はアメリカでは20万人超えてるのに、日本は1500人と大きな差があるし。で、また別のアメリカの人が、ホームレスの人たちのためにお金を使うのか、それとも巨大ロボットを作るのか、決断しましょう、決断しましょう。何言ってんだこの人。で、それに対して、マレーシアの人が、カレンさん黙っときましょう。これあれです、自分勝手な白人女性を指す、スラングですかね、アメリカで大流行中のスラングです、カレンさんってね。
で、次、イギリスの人がそれに対して、日本は世界的に見てホームレス少ないよ、寮を備えた会社が多いから。で、別な英国の人が、否定的なコメントを愛さずにいられないな、これは技術的エンジニアリング的異業なんだよ、そして、自分たちの限界を広げるチャレンジでもある、素直に人類の異業に感謝すればいいんだ。で、今度インドネシアの人が、こんなもの本当に作ってしまう日本人が怖いんだが、彼らの技術力と熱意はものすごいものがあるよね。で、今度タイの人、2020年の日本は実物大のガンダム建造、2040年の日本はガンダムパイロット養成学校建設。で、今度国籍不明の人、もしガンダム使って日本が世界大戦、第三次世界大戦始めたら、俺は祖国を裏切らざるを得ないかもしれない。大丈夫かな。アメリカの人、今度また暴動起きた時のためにアメリカの街にあのガンダム配備してほしいわ。で、国籍不明の人、世界が2020年の発展度合いはこんなもんだろうと思っていた中、日本は2020年を諦めていなかった。で、アメリカの人、日本は俺たちに劣等感を植え付けるのが得意だな。で、それに対して別のアメリカの人が、実際日本に行ってみろよ、マジで自分の後進国、自分が後進国の人間に思えるから。で、また別のアメリカの人が、世界各国がマスク装着すべきかどうかで揉めているとき、日本は最高にクールなものを作っていた。でね、この話がね、これ中国でもやっぱ話題になってるんですよね。で、中国の人たちはこんな感じ、実在していたとはとかね、次元の壁が壊れてるとか、今の子供いいよね、羨ましいとか、男の子絶対好きだよねとか、それに対して女の子も好きだよ。で、次の人、かっこいい、次、このガンダムのパイロットはアムロとか、最近の子供は子供でいられる時間が短すぎていいアニメ見られてないんだよねとか、初見はガンダムウィング、その後シード、それから SD ガンダムのゲームやって完全にファンになった。なんか順番が個性的だな。で、次、エヴァはないの、エヴァ。で、次、2000年生まれ以降の子供もガンダム好きなの、そんなに多いとは思えないけど。で、次、最初に見たガンダムはガンダムウィングだった、懐かしい。これ中国だとそういう順番になるのかな。で、次、キラヤマとアスラン。で、次、いつか本物作ってくれること期待。で、次、一瞬しゃがみ込んだだけで飛び立つような感じ。で、次、このテクスチャーが好き、上海にもできるんでしょ。2021年、上海にも原寸大のガンダム建設予定。え、そうなの。で、それに対して上海のは動かないので、こっちの方がずっといい。まあ、こんな感じだったんですよね、中国での反応は。で、まあ、こういうね、こういうことを真面目に実行しちゃう、ね、そういう日本に生まれて本当に良かったなと個人的には思います。ね、軽く感動しましたよね。なんか動くっていうのは聞いてましたけど、なんか想像以上に動いててびっくりでしたね。まあ、ちょっとね、この中国方面に対してはなんか V 作戦が漏洩してしまったのかと。ね、なんかもう相変わらず軍事情報ダダ漏れかよね、まあそんなギャグをちょっと思いついちゃったりするぐらいなんですけどもね。まあなんせね、そのアメリカだったら BLM とかさね、世界レベルだとまだコロナだったりとか米中新冷戦とか、どうもこうネガティブなね、要は暗くなりがちなニュースが多い中、こういうねちょっと笑えるニュースもね一個ぐらい必要だと思いますよ。これガンダムそんなに知らない人たちにとっても本当にこれはすごいなっていうね、そういう意見も結構飛んできてるんで、まあやっぱね、この巨大ロボットロマンじゃないですかね。なんでこう海外の人たちはすぐ軍事利用がとかね、つまんないことを言い出すかなとね、生きれないんだよね、彼らはさ、いちいち。まあこれよく見ると分かりますけど、これ完全に自立してるというわけじゃないしね、しかもこの映像自体は4倍速でしたっけ。ただそうは言ってもね、この支えて動かしてる技術自体もね、本当にすごいと思いますよね。だからこの表向きにはまあパフォーマンス程度に見せていると思うんですけど、すでにこの内部に人を入れてどんだけ動かせるか動けるかのテストは継続して行われているんでしたっけ。ただ現状操縦席は水で満たして G をかけないようにしないとまともにこの操縦すらできない、そんな感じだったかな。ただその問題も解決したとのことで、次なる課題が実際に稼働して速度を何キロまで出して走れるかみたいな、そんなレベルになってくるんですかね。エネルギーに関しては、まあ、太陽炉の開発が終盤に差し掛かったみたいな、完成したら永遠に空飛べるだけのエネルギーを有することに、ガンダムが発表されるとき、それは日本に牙を向いた某国への警告になるだろうみたいな、
まあ某国が得意とするね、希望願望妄想を膨らますとこんな流れになったりすると面白いかなって。せっかくだからこれね、ね、ジオン側のね、ザクも作ればいいのにね。まあ、それはもうさておき、ね、この先こういったものが本当に歩き回るほどに進化したとしてもね、兵器転用、軍事に転用せずに、このね、埋め立て地で、なんかこう、このモビルスーツサバゲーアトラクションとか、そんなのに使っちゃうのかなって思う、ね。日本だとそういう気がするんですよね。だからまあ、本当こういう日本に生まれてね、よかったなと思いました。ということでね、今回は以上です。ありがとうございました。ではまたごきげんよう。